皆さんどうもドラゴン TK です。で、ね、今回も新三軍武装英傑にやっていきましょうということでね、今回は騎士に超えてやっていきましょう。いつありの曹操も知るの釣り崎たちを生むの前に今度はあの鬼神が蘇ると、あのリャフですね、圧倒的な力に打ち勝ち勝利への道を切り開けということでやっていきましょう。リャフ、これほどの力があるとは、元々見誤っていたか。では、力なくしては破れなかった騎士、そいつに相手してもらうとしよう。呂布やろ。現れたっぽいね。これは音が呂布か。しかも一人でないとは。ええ？シリ！ライン生きてた。無事だったのか。何言ってんだ、お前が手を抜いて俺を攻撃したんだろう。それより恐れてたことが起きてしまったか。ライン言ってた。レイカ殿やお前に何が起きたというのだ。シユは倒されたが、その身を彼女の力と共に死産させたんだ。そして自らの心を彼女の中に植え付けた。だから彼女は展開に帰れず封印されたんだ。ああ、そういうことね。その体の中にシーユーがいたから、胸中に触れた際封印の無念が伝わってきた。その思いが俺の中で徐々に大きく強くなっていった。彼女を取るか、シーユーの復活を阻止するか。バカな話を。気づいた時点でさっさと娘ごと破壊すればよかったものを、なんとかしようとあがいていたのだからな。石壁で見せられた力があまりに強大すぎた。もう三つで人の手に負えなくなるのなら、四つ五つになるとどうなるかわからない。だから麗華さんより先に力を手に入れて、その力で倒そうと考えたんだ。悲壮船舶だった。まあな、なぜそれを話してくれなかった。一人でな、突っ走る傾向があるならいいよな。シリュウは主と国を手に入れようとしていた。それを邪魔したくなかったんだ。俺は全員を助けようとして誰も救えなかった。たくが来賓の力は知れてるってことや。まあな、他の人の助けがあって武者の残業を死んだか。懺悔ならば、鬼神の刃で今度こそあの世へ行け。誰が行くか。じゃあ行きますか。では行きましょう。戦闘開始じゃ。来賓使われるのかな。くだらん力にしか頼れなかったザコども、ザコどもめ、来い。今度こそ俺が消し飛ばしてやる。シハクが戻ってきてくれたのはよかった。だが依然として危機は続いている。鬼神が3人も相手となると厳しいな。確かに厳しいな。3人は厳しいな。さすがに。どこにおる。1人、2人、3人。厳しすぎだね。シユの復活は阻止できなかった。それは俺の先祖のせいだ。だが今はそれを食い入るより起きた結果を何とかしなくては。せれらひん。ああ、過去を嘆いても現状は変わらない。変わらん。この場を打開するにはお前の力が必要だ。くれぐれも無茶だけはするな。らひんの配送に注意せよ。うわ、マジで難しくなってない。余計に。おお、強っ。おお、マジで強い。ちょっと待って、兵隊部屋からこっちやるみたいな。こいつはな、大丈夫だ。どっかに行っとったらどっかに行こう。OK。 で、前回逃げた。そのとこも、星6の動き。お取り出します。貴様、一応ね、生きてここを通れると思うな。ここに押し寄せる敵は全て蹴散らす。防御ね、あと移動プラス2と、あと秒読やったっけな、
毒になるやつ。我らで緑殿を援護いたしましょうぞ。神級かよ。兵器部隊一斉に一斉に攻撃を。ほんまに神級の子は可愛い。神級ってほんまに前から戻って正門は呂布と兵器に守られている。まさに難攻不落だな。正面突破は避けて東側から迂回して侵入しよう。東側、そうか。何？じゃあこれでいこう。あ、こっちだ、こっちだ、いけるよ。あ、そこ、あ、そこだった。70弾やろ。3人と、おっ、来た。防衛隊で、あとどこ行く。ここやろ。おっしゃい、防衛で。おっしゃー、こんなにあった。よっしゃろ、残ってる。マジで。マジでか。ありがとう。ありがとう。たくさん来てくれてありがとう。あ、ちょ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 、危ない。危ない。オッケー。これで終わりやろ。全部決めろ。終わりたか。じゃあ。破るのは不可能だと思っていたのに、まさか呂布も兵器も倒して成し遂げるとは。それはね、力なしでも人間はここまでやれるんだ。そうだよ。小細工せずに正面から突っ込んできたか。気に入ったか。気に入ったぞ。さあ、これを楽しませてみろ。楽しませろってか。待って待って待って、まずこれやるやろ。アイテム使っとこう。一気に減り返す。またあそこに攻撃当てる。当てていくかな。で、ここで OK。 せいいね。もっと飛んでいく。飛んでいく。71、 OK。 おー、結構倒れて、難しいやな、お前。まさか来ると思ってなかったから。ってこと。はい。お願い。ゼロやね。OK。あ、この時、そう、行かれてんの？マジかよ。まあ、いや。こいつだ、こいつだ。終わったよ。え、今回めっちゃ早かったよ。レベルもめっちゃ上がるね。力を持つ姫、三人の不審を退けたか。ならば、そろそろ相手をしてやろう。私の手で死ぬことを光栄に思うがいい。いや、やめて。え、嘘。え、死ぬ出現。俺は間違っていた。誤っても許されないだろう。ならばせめてあなたを止め、世界を。ジョイド剣と衆を撃破せよ。何やて、もうあれ見つかってもうたて。あ、ちょ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 いいぞ。そうだなくては、まだ復活の宴は燃え上がる。今の力がそこに影響する。うわ、やった。この考えてるぐらいと。
せんやと。私にあれば。さ、ゼロキャップ。おめでとう。おめでとう。おっさん、おっさん。おお、78、78、78、78、78、78、めっちゃ下がった。死友は倒れたが、いまだ不穏な空気が満ち溢れている。やはり伝説の神を倒すことは人の力では無理なのか。え、終わりやんな。おう、アニメーション。クシンスが死にかけると。どうした？え、どうなんのこれ。ゾウでお前たちが倒すのと分かった以上、私が直接手を下すしかないか。ゾウ、大輝。聞こえてくる、レイカの声が。レイカ殿。これ以上時をかけてはシーンは完全に復活し、誰の手にも負えなくなる。お願い、私ごとシーンを貫いて。おお、マジで。ああ、どうなる。よっしゃ、あ、ラック来たね。お、いいね。で、あとは、そういや、あっちの見てなかったな。移動はあったね。あ、これは別にいらんね。もう持っとるしね。さてさて、この後どうなる。今はもうバンカーを歌わず、いよいよ死ゆを本体ごと倒さないとダメか。しかし霊華殿は、ウコサベンしている場合じゃないし、うん、死ゆが復活したら手に負えなくなる。せっかく神の世が見えてきたというのに。できるのか。悩むお前たちが娘ごと私を貫くなど。先ほどは娘が弟子だったが、あと少しで分かたれていた力が融合し、再び私は完全な姿を取り戻せる。シリュー、やるしかないのか。覚悟を決めろ、シリューチョン。ライヒンが仲間に加わった。もうここで仲間に加わるのやめて。損傷庫入っとるね。オッケー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 。よし、じゃあ行きましょう。続けてね。ライヒンレベルなんぼ？それが気になるわ。間もなくだ。間もなく私は完全な復活を遂げられる。お前たちはそれを見届けて死んでゆけ。あ、レベル76に下がってる。レイカ殿は自分ごと死を貫くと言っていた。こうなっては全力で戦うしかないか。それで、覚悟を決めよう。シリュウ。シリュウだ。うん。お願いします。今はシリュウだ。地義逡巡している暇はない。シリュウが復活しては、世界は今以上の混沌に包まれてしまうぞ。シリュウとシリュウでなんか似てるよね。言うやもんな。ああ、それは問題。負けるわけにはいかない。置いといて。やってくれ。我らの信じる者のため、ここで必ず死ゆを打ち果たす。うん、チョーンドライヒンの敗戦に注意せよ。私は高等の虎の娘、孫昌子。あなたなんかに負けはしないわ。え、何かじゃん。こっちか。73か。お、出てきた。あ、待って、で、また残ってるとこや。ちょっと待った、よし、これでやっていい。兵器がある。まあ、75回からここまでこの時こっちで手を投げるよ。で、ほら、投げない、はい、無理か。そしたらこれで攻撃いく。で、ここで。あ、
なんだ。オッケー。で、ここでこいつをやってからここ。ドミノ。ドミノね。返したから。あの人来たよ。お。なんかみんなレベルが上がっていくな。うん。表現したいけど、3人、5人と人やりたいな。それは見てください。ミス。4人来たね。ああ、どうだ。何引き換えていいの？どうだ、来た、来た、来た。おお、なんとかいけた。なんとかいけた。あ、結構好きなレベル。レベル好きな。お、また素晴らしい。お、こんにちは。いやー、素晴らしい。ここ行くか。お、全部出るやんか。いいね。で、あとはここに行って、ここに行って、おっしゃ、入った。もう、止めろ、はい、止めろ。あー、出た。さあ、ヒロ。おー、ストレデマ。まだこれでやる？ちょっと待って、ちょっと待って、4人か、マジか、これ。知らないぐらい、まあ、4人行こう。で、オーバー。ペイ、これだペイ。優先で、OK、全部やっていかんな。はい、これで、あとは上に向け。お、この辺全部タブチになってる。上がない、上がない。おっしゃー、レンタルタイ、いいね。いや、素晴らしいね。興味はありません。いいぞ。そうでなくては、また？また玉の力来る？盛り上がらぬ。だが、その程度ではまだまだ私には及ばん。及ばんって言いながら結構レベル76に下がってるけどな。お、問題な。あー、待って。あー、これきついやん。防御やろ。お、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 どっかで、ここが、あかん、これはあかん。ものすごい人だ。何待って、ああ、ああ、避けてるから問題ないけど。は？どう？あ、そうなる？そうなるか、マジか。やっていきたいのは、あれやかな。ここはこれしかないから、こう。で、あとグレーンゲームをここで。あー、それなんか痛い。どうだ、しっかり上手ばっかりだな。でも、すげえ、痛い。右上だけど、まあ、でも終わっまだ、いいね。なに？人間どもが来たレベル8にやがった。だが、まだ力を戻す時間稼ぎにはなった。時間稼ぎにだけなってる。そろそろ余興は終わりだ。マジかよ。一瞬にして戦場の空気が変わった。いよいよ御用の力が私有に取り込まれてしまったのか。弱気になるな、シャク。今ここで完全な復活を止めなければ我らの未来はなくなってしまうのだぞ。すげえな、真の姿を出した、シーを。あー、セオン。いけるな。何？ちょっと待って、全員あそこに降りて。全員あそこに降りて。ちょっと。ちょっと。あー、いけるので。あー、出て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 。これ、表面していった方がいいな。で、いくか。あー、あかん。でも。いけるごめん。おう、あ、メイン。よかった。照明台。いや、やめとこう。ここはやめとこう。あ、ちょっと、あれ？で、
お疲れだったと思う。どうだね。腕振り、ヘッドビー。で、で、防御。防御。送り防御で、全防御させてもらって、ヘイヘイ。もう一回。ちょっと、あれだけやるせいじゃなくてね。あ、でもね、これ平均強いやつだもんね。確か頂点が。超よ、超よ。じゃあ、勝る。で、パッチ。マジだ。あ、でもね、ちょっと待って、これやっとくわ。さあ、これで、もう一回見ちゃうか。よっしゃ。で、これやろ。じゃあ、聞いて。よいか、間違えない。おっしゃ。はい、何じゃ。何を表現、何じゃ。はい、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 はい。終わったぞ。どうだ。うわ、レベルめっちゃ上がるやん。勝負、大秘、私の体を3つに分散させるわ。元に戻される前に奴を撃って。おお、3つに分散させる。ちょっと待って、死ゆ3体分裂。無駄なあがきをすぐに元に戻してやるわ。もうまた、もう、え、どこにある？レイカ殿、あれか。自らの体を分散させるとは、その志を無駄にするわけにはいかない。戻される前に急ぎ3体とも撃たねば。そうやね。おお、レベル50やんか。あ、いけるやん。もうすぐいけるよ。今度10体いない。10体いない。まさか。痛い痛い痛い。この2人で行くか、下目が。ちょっと待って、その前にこれをできるなら、結局で、出ないよ。オッケー、入る。間違えるよ、回路がなくていけど。これでは、ぶっちょい。3人で表現したい。で、これでこっちだ。やはり残ってる敵をこれだけ取る。これでいけた。ちょいよ、ここでオッケー、よかった。これでいけたんだ。オッケー、終わったよ。どうだ。またか。うまく力が入らん。よっしゃ、ナイス。俺、この姫がいらぬ邪魔をしまって。再び出現、激しく疲労している模様。レイカさんの捨て身の分身が功を奏したな。そやね。あと一息押し込めば奴の復活を完全に止められるはずだ。よっしゃ、自由撃破するぞ。全員で無理か。さすがに、まあ、全員行くか。ここで見てろ。あ、そうだ。ここない。お気持ちだ。ドラッグ、だけど、ヘッドブレア、お、終わった。いいね。なだし。え、生きとる。え、そう。うそ。まだ来とったんかい、前。これは分からないけど、全部いた。オッケー、終わった。いやー、これで止められなければ。ダメだ。あれだけ攻撃を加えたはずなのに、まるで効いていない。もはや打つ手はない。いや、時は満ちた。かつて神は恐れ、神と戦った私に抗う愚かな人間どもよ。その無力さを知れ。最後どうなるかわからんよ。もう世界は終わり、人間とはこれほどの気力しか持たぬか。その程度では私を止められぬ。うわ、やばい、二人やばい。
良い肩慣らしだったが、ここまでだ。え、どうなの？その量の者子に私の復活をしかと焼き付けて死ぬがいい。え？何をするつもりだ。私の過ちのために多くの人々の志を無駄にするわけにはいかない。世界ごと私と道連れに。おえ、どうなった？ここは一体。え、何？無の世界。お、霊か。全てが生み出される前の世界。え、マヤジ、そんなとこ来ちゃってる。何をするつもりだ。死を撃つことは誰にもできない。ならば死をごと消すしか方法はない。死ゆを取り込んだ私が消えれば、死ゆの存在しない世界になる。そんなことをしたら、人々の運命は私が今のまま作り直す。だけどもう誰も私のことを覚えていないでしょう。これが私の志。あなたたちの、多くの人々の志を守りたいから。あなたたちには本当に感謝してる。ありがとう。さよなら。待て！入ってなんかちょっと泣けてきた。
最後もアニメーション来たか。シャーク。え？え？え？来てるやんな。駆けつけてたやんな。シャーク。一体何があったのか。劉将を破り、劉備殿が益州を得たところまでは覚えているが、俺もなんかとてつもないことが起きていた気がするんだな。忘れ去られとるね。とても強い意志を持った人が俺たちを助けてくれた。覚えてる？それは覚えてる。ああ、そうなんや。よかったな、覚えてる。ああ、心の中にしっかりと残っている。この世界に過去はない。ん？まだあった？なぜなら私が作り上げたものだから。ん？お前が作り上げた。歴史は、戦争は、英雄は、あったと錯覚しているもの。ん？錯覚してるの？この世界に未来はない。なぜなら訪れていないものだから。なるほど。あ、霊下の方の恐怖は、幸福は、希望はあるはずだと錯覚しているもの。存在するのは今だけ。過去も未来も世界にはない。それらを作り上げるのはあなたたちの志。志に従って強く思い動くことで過去や未来は変わりゆく。まあね、時代のうねりを今に紡ぎ、世界を築くのは人の志次第。それを忘れないで。うん、なんか哲学っぽい感じがしますね。ってことでね、もう終わりかね。せやね。ではご視聴ありがとうございました。ではさらば。